はいどうも、ハギチャンネルでやん。ハギちゃんチャンネル。ハギちゃんです。皆様、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。ちょっと山梨県にね、お仕事で、ちょっとジャズとかで、来たんですけども、私のスポンサーというか、まあ、スポンサーさんですね。こちらの、見えますかね。こちらの藤原時計店さん、という時計屋さんが山梨県にありまして、ちょっとサプライズで、顔を出しに行こうかなと思いまして、スポンサーも随時、なんか、ハギちゃんのこういう活動というかね、YouTube の活動もしかり、芸能の活動もしかり、株式会社ピヨピヨとか、ピヨピヨ経過物しかり、随時募集しておりますので、興味ある方いらっしゃいましたら、DM など、SNS の DM などでいただければと思いますので、ご連絡お待ちしております。この藤原時計店さんというのが山梨県にありまして、ちょっとこうサプライズという形か、いきなり行って、ハギちゃんですよという感じで、ちょっと実際に行ったことはないので、この藤原時計店さんには。ご飯とかね、藤原さんと一緒に食べたこともあるんですけども、ちょっと、ハギちゃんのスポンサーっていうことも、ハギちゃんのことが好きでしょうがない人だと思うんですよ、藤原さんは。はい。なので、もう行ったら、どんなリアクションするのかなと。ちょっと今日はそういう風な動画を撮りたいと思います。はい。では、行きましょう。ハギちゃんチャンネル。はい、というわけで着きました。はい、見てください。藤原ですねスポンサーさんのに藤原って言ってました。申し訳ございません。萩原と萩原のね、よくある感じ、藤原時計店さんですね。お客さんがいないのをちょっと今見計らってて、ちょうど今先ほどお客さん出ていて、今誰も外からはいないなという感じなので、どんなリアクションするんですかねちょっと入っていきたいと思います。ここから一旦外カメラに切り替えたいと思います。どんなリアクションするんだろうな。ハギちゃんチャンネル。藤原時計店さんで、藤原ですね。土日祝休まず営業中。すぐ右から藤原。あ、すごいですね。1856年、200年前までいたけど、170年、補聴器もやってるんや。メガネ、補聴器、時計ですね。ちょっと入りましょうか。すいません、どうしたんですか。皆さんどうも。ここ山梨ですか。山梨です。いや、ちょっと仕事で来て、はい、やっぱり、うん、山梨に来たからには藤原時計店さんにちょっと機嫌取りに来なあかんなって、スポンサーさんなんで。どうですけど、結構都会だから周りが。めちゃくちゃ田舎ですよ。いいとこです。ゆっくりしたね、急に来るから。今これ回してるんですけど大丈夫ですか。回してるんです。はい、一応お客さんいないのは確認して、はいはいはい、もしお客さん来られたら止めたりとかもするんで全然言ってください。大丈夫ですよ。店内とかちょっとバーって撮っても大丈夫ですか。いいですよ、どうぞどうぞ。すごい、1856年みたいな、創業のやつ見たんですけど。そうです、そうです。昔のひいおじいさんとか、そのさらに前の世代の人たちが、はいはい、時計屋さんとかじゃないですけどね、この辺のここでいろいろ始めたのがその頃っていうね。あ、そういうことなんですね。もうだって200年はいかないけど、それぐらいってことですか。170年、こう時計屋さんとかになって120年とかそういうぐらい経ってますからね。めちゃくちゃ由緒正しいじゃないですか。ちょっと置き時計渋、こっちの一番端っこが結構古いのですね。あ、こちらですか。こっちのね。ちょっとあんま最近見ないですもんね、置き時計って。そうです、そうです。ちなみにこの置き時計おいくらぐらいなんですか。これはね、特に売ってるのじゃなくて、はいはい、でも100年ぐらい前から、はいはい、うちのそのひいおじいさんのぐらいの頃からあった時計なんですよ。ちょっととんでもないものじゃないですか。では年代ものというか。そう、これ結構ね、耳近づけてもらうとね、はいはい、ほら結構落としてますね、ほら。カチンカチン言ってますね。そうです、はいはいはい、結構大きい音するんですよね。本当ですね、結構近くで聞いたら、うん、夜こんなのあったら寝れないです。いや、なんでそんなこと言うんですか。そういうあれじゃないですけど、何でも鑑定団とか出したくなっちゃいますね。そうです、そうです。昔ね、出たことあるんですよ、何でも鑑定団。マジですか、うん、何それ、何でも鑑定団出たことあるんですか。ちょっとやばいやばい、大丈夫ですか。そんな、そんな簡単に開けてもいいもんなんですか。あら、そう、ここだ。うわ、ちょっと待って、すげえ。もらってきていいのか分かんないけど、もらっちゃった。めちゃくちゃいいじゃないですか、これ。そう、30万が120万とか、上がってるパターンのやつじゃないですか。上がってるパターンのやつです。基本みんなこういうの持っていったら下がってるパターンしか見ないのに。それってどれになるんですか。それね、いや、見てもいいのであれ。ここにある。そっち入ってもいいんですか。大
すいません失礼します。時計だったかな。うわちょっと待ってなんかすごいぞ懐中時計とか。この時計江戸時代の。江戸時代、うん、この下のね。こっちですね。うわすげえ。こんなんもうめったに置いてないってことですよね。そうですそうです。この状態でってことですね。しかもでこれが、はい、まあ、30万だったのが、はい、120万だったんですね。すげえ。ちょっととんでもない宝の山じゃないですか。そうです。あみんな古い時計ですね。もちろん古いのだけじゃなくて最近のものもってことです。お店で売ってるのは新しい時計ばっかり売ってるんですね。こっちにじゃあるのってあんまりこう売り物ではないってこと。なく展示してたりとか。だってこの辺の懐中時計とかも多分すごいことになってるわけでしょ。昔のですね。こんなマニアが見たらもう欲しがるのあるかもしれないですよね。絶対僕がお尻とかぶつけたらちょっと怖いんで、うん、これなんすか。あこれねこのね、これなんすか。これアンモナイトに。アンモナイト。アンモナイトっていうのかな。これ なんかオウムガイとかオウムガイとかそういうのですよね。えガチの化石がついてるのに、まあ、無理やり時計をつけたんですよね。え無理や言い方すごいですね。なんかこのイニシエと最近の融合というか。そうそう、もうこれでも結構もうこれ機械式時計になってるので、はいはい、あの電池の時計じゃないのでね。あじゃあ巻いてのやつ。ネジ巻いて動き出す時計ですね。え何これ。こんなん初めて見てんけど。これガチの化石ですか。本物の化石ですね。これマジっすか。これって売り物なんですか。これはね売り物ですね。これ売り物なんですか、うん、化石化石にこう時計がついててね。ちなみにこれっておいくらぐらいなんですか。これでね確かに30万円ぐらい。あでももっとすると思った。化石だけでももっとするような。これね海外の時計なんですよね。おしゃれ。うわこれでもちょっとあったらインパクトすごいですね。そうです。家の中でちょっと飾ってあるとね。うわおしゃれ。玄関入ったらこれあったらちょっと僕の今でも家に置いてあったら何してんねんなりますから。いやいけると思います。いや玄関で一番終わっちゃうんでピークがその後みんながっかりしちゃうんで。あこの辺にあるのはじゃあもう普通の時計屋さんとしてもじゃあちゃんと時計のバンドですね。はいはいはい。こういうバンドがあって、あこの辺はちょっと僕も安心する。G-SHOCKとかベビー G とかの、ね、はい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 。あいいですね。安心する安心するあのこんなんないですけどこっちからでしたね。いきなりあっちじゃあでもいいっすね。僕 G-SHOCK 大好き。だからあれですもんね。こちらも売っちゃったかと思います。売るわけないし。これ藤原時計店さんがどうぞハギちゃんに似合うと思ってっていう、はい、これでもマジでねめちゃくちゃ似合います。綺麗ですね。めちゃくちゃしかも好評です。あの死ぬほど金稼いだって言われるようになりますこれつけてから。えちょっと座ってお話とか聞いたりしてもいいですか。あ大丈夫です。あじゃあちょっと三脚とか準備しますね。はぎちゃんチャンネル。どうするこれ。1時間に1回鳴るんです。これも一斉にセットされたやつが今鳴ってるってことですか。そうですそうです。電波時計だから今ぴったりの時間で、はい、全部こうからくり時計が鳴るんですよね。これって毎1時間ごとになるってことですか。そうですそうです。あんまこんなん言うのあれかもしれないですけど頭おかしならんですね。うるさくなっちゃいます。うるさくなりますよね毎日これだと。そうです。あでもすごいいろんな仕掛けとか。そうですそうです。からくり時計とかなりますからね。鳩のやつもありましたね今。あ夜になると光センサーがついてるんで、はいはい、電気が消えると全くつかないんですね。じゃあもうここの電気さえ消せば夜はならない。ならないです。えそれってじゃあお家とかでもそういう設定の。そうですそうです。あそれ知らんかった。今の時計はあ昼間はなりますけど夜はならないって感じですね。余韻エグすぎてこれいつ、いつから喋り出しましょうこれ。ハギちゃんチャンネル。ちょっと移動してきて、はい、やっぱすごいですね。お客さん結構来られますね。そうなんです。こんなね結構他の人がすごい僻地の僻地なんです。確かにちょっと僕が言うのもあるんですけど車でここまで来るとちょっと何回か迷子になりました。本当に畑の中にあるようなお店ですね。ですね本当に、ね、まあ学校のすぐ近くですけど藤原さんにずっと聞きたかったことがありまして、はい、あの私ハギちゃんのスポンサーに、はい、これになってくれたじゃないですか藤原さん、はい、で最初って本当面識も何もなかった。全くないですね。なんで実際のところ会うのは今回でも2回目ぐらいですよね。そうですね。あの実際にお会いするので言っても2回目とかですね。東京で一度ご飯一緒に食べてあのスポンサーになっていただくってなった後に。そうですね。それなんで僕のこのスポンサーというか僕はなんで知ってたんですか。私 YouTube とか見るのが好きでそこで知ってたんですよね。あじゃあラファエルさんとか、まあ、いろんなチャンネルあるじゃないですか。はいはいはい。見ながらちょっと面白かったから。あ思いますか、ね、直接は言いにくいかもしれないですけど、はい、なってよかったですか。そうですね、まあ、いろいろこう
ね、紹介してもらったこともあったりとか。あ、そうですね、人を紹介というかいろんなつなげたりとかは、ね、はい、僕もなんだろう、そこが一番メインなんで。メインですか、ね、いや、メインですよね。そうです、メインですから、ね、芸能活動メインってやつです。メインですからね。なんでなんですか。そういった部分でもね、やっぱりいいこともあったりしましたからね。あ、そうか、でもそれだったらよかったです。あ、ならんかったらよかったな、スポンサーみたいな思われてたらどうしようかなと思ったんですけど。あ、そこの紹介とかのね、あったりとかもしましたし、まあ、こうやってね、今日もこう突然来てくれたり。はいはい、もちろんもちろん、それは、はい、まあ、それは嬉しいですね。よかった。なんかそこだけずっと心配になったんですよ。どうしても地方からだから、あの、そうですね、都内だったらね、はい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 、電車で行けばこうすぐ行けますけど、やっぱり地方だったら来るのにね、はい、ちょっとかかっちゃいますからね。まあ、でも山梨そんな東京からも遠くないですよね。高速でだって1時間半そうですぐらいですよね、混んでなかったら。そうです、東京で行ったら品川みたいなところですよね。あ、ちょっと違う、全然違うと思います。今すみません、今一瞬、はい、全然違うと思いますって言う、言えってちゃんと言う僕とスポンサーぞっていうのが戦ってありました。その間が一瞬あってなったんですけど、もうそれは大人として違うです、違います、あかんもあかんよっていうふうに言う。え、ここのお店、はい、リアル時計さん、もう時計、メガネやられて120年ぐらい、はい、まあ、もちろん創業はもっと前に、まあ、そうですね、他のやられたってことなんですけども、はい、実際僕たまに、はい、あの商店街とか街とかでも、はい、あのこういう時計屋さん、メガネ屋さんって古くのやつ見るじゃないですか。はい、ありますね。で、いきなりこんなぶしつけに聞くのもあれですけど、お客さんって どんな感じで来られるんですか。実際結構来られるんですか。そうですね、この辺ですと、はいはい、うちですと、まあ一応年間で行くと約1万人ぐらい来るんですよね。1万人来てるんですか。そうです、1日大体約平均30人前後ぐらい来ますので。めちゃくちゃ来てるじゃないですか。結構来るんです。これ地方のにしては来るんです。場所的に言ったら結構ね、正直びっくりびっくりするんです。1日約30人ここに来るってことですか。そうなんです。え、それってやっぱり、購入ももちろんありますし、あとは修理とか、そういうことも多いんですよね。そっかそっかそっか。一番何が多いですか。やっぱ修理が多いですか。修理とか、あとはまあ販売とかですね。はい、ああ、結構じゃちゃんとね、あんまこんな失礼なあれなんですけど、来てるんですね。そうです、そうです。すごい。まあ、路面店っていうよくこう駅前とか、はいはいはい、あそこにお店屋さんもあります。ああいうところだと、まあ、こう最寄りの人がね、はいはいはい、たまたま通りかかったりとかするんですけど。そうですね、まあ、空き時間とかにちょっと時計の修理とか、そう、ね、電池の入れ替えとか見たいなとか分かるんですけど、うん、ぶっちゃけ駅からもそう、ね、結構離れてますからね。え、それはやっぱあれなんですか、その古くからっていうのもあってっていうことなんですかね。まあ、そういうのと、あとはこう、まあ、宣伝、あの新聞に広告を入れたりとか、まあ、あと地元のこうラジオ番組やテレビ番組、そういうところのコーナーがあったりしますね。そう、なんか言ったりました。ちょっと藤原さん、ラジオとか。そうなんです、あるんですよね、番組とかあったりしますね。ちょっと待ってください、僕はどうなってます。なんでこんなんですか。僕ラジオめちゃくちゃやりたいのに、はい、スポンサーさんがラジオ出てもってるじゃないですか。そう、どういう状態ですか。僕出てないのに。いや、まあ、当たり前ですけど、普通に山梨の放送局、放送局とか、そういった部分とかで、まあ、CM があったりとか、あとはまあこう広告とか入れたりとかね、はい、そういうのでまあ来てもらったりしてる感じですね。あ、それがすごいですね。じゃ、じゃ、あれですね、結構お金は潤うというのがあれですよね。いろいろ逆にそういう広告にかかる部分もありますからね。そっか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 。まあそれはそうですよね。でも前、え、高校生かな、大学生かわかんないですけど、あのハギチャンネルでやってるスポンサーさんってここに入ってるの藤原さんですか。よく分かったです。これ見てる人が、あ、見てるんだねって、見てますとか言って、でよく見つけたねって。いや、だからみんなやっぱすごいっすね。それをこう見るんでしょうね、みんなね。止めたりして、うん、ハギちゃんについてるスポンサーって誰なのって。最近多いじゃないですか、あのこう1分格闘技の番組。はい、ブレイキングダウンとかありますよね。ああいうのもこうみんな毎回あれ撮るじゃないですか、ね、撮ります撮ります。すごいじゃないですかね。金額もだからもうすごいです、やっぱ格闘技系なんかで。ハギちゃんのもうお手頃な価格で、ね、藤原さんもご存知の通りお手頃な価格でやらさせていただいてるので、みんな結構これ見てるんです。あれ、 こっちはピヨピヨさんですか、ね、こっちはピヨピヨです。こっちは自社で、こっちが他の企業さんと、で、藤原時計ですから、ね、ちょっとでも嬉しいですね、こんな藤原さんが喜んでくれると思わなかったですね。なんかちなみに、はい、なんか前ちらっとお伺いしたら、はい、メガネとかも別で作ったりとかもできるみたいな。もちろん、もちろんできますね。興味ありますみたいな言われたんですけど、例えば、カミさんの大きい顔に合いそうな、あ、こんな大きいな、おい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 、おい、こういうのに合うじゃないですか。ちょっと待ってくださいよ。ご機嫌のスポンサーじゃないですか。何してんすか。藤原さん、結構こういうのみんな喜ぶですよね。藤原さん、子供来るとこういうの喜ぶ。ありがとうございます。ちょっと僕もそんなん一つ入れていただけると、はい、テンション上がります。
やっとお仕事がちょっとできるなっていう感じの、はい僕車最近運転するようになったんで、はい、なんか例えばなんですけどこう、はい、車高というんですか、あ色がついた眼鏡、光を通さないみたいなやつも、はい、いけたりはするんですか。あできますできますよ。マジっすか。そんなんとかもお願いできたりとかします。で大丈夫ですよ。ちょっとじゃあそれいいですか。はい、萩ちゃんチャンネル、ちょっとその眼鏡のやつ、はい、お店でねちょっと、はい、いろいろ見ながら、はい、これいいですねあれいいですねこんな感じにしたいなとか、はい、撮ろうと思ったんですけど、はい、ひっきりなしに来ますねお客さんが。お客さんがいるのでちょっと来ちゃいましたからね。ちょっと撮ろうとするたびに、はい、いらっしゃいませになるんで、はい、ちょっとこれもう本当僕のあのわがままのあれになってしまうんですけども、はい、藤原さんにお任せして、はい、このハギちゃん私に似合いそうななんかこう、はい、今このメガネはこれでかけるんで、はい、ちょっと運転する時のちょっと色がついた感じ、ね、そうですね、こうサングラスっぽいというか、はい、もうその辺もあんまり言うのもあれなんで、はい、ちょっと藤原さんにお任せしてもいいですか。わかりました。じゃあまた仕上げて良さそうなの送るようにしますね、はい、後日それ届いたらちょっと僕の方でまた動画撮らさせていただきたいと思いますんで、はい、ちょっとじゃあそうですね、せっかくなんでメッシを乗ったなって思います。山梨さんでメッシ食べて、あそうですね、はい、山梨のね、はい、有名なのを、有名なのをちょっと行きましょう。はい、おごってくださいスポンサーなんで。すいません本当に急に来て、はい、いろいろとありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうええて、はっはっはぎちゃん、はぎちゃんチャンネル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 始まるよ。チャンネル登録よろしくね。